そう、内巻きめっちゃうまくない？今日の内巻き。私、内巻きをうまくできる方法、今日思分かって。ヒートテック見えてる？あら、見えちゃったのね、私のヒートテックが。ちょうどいいよね、ヒートテックあったかい、嬉しい。めっちゃくるりんってするの好きなんだよね、これもうここぐらいからくるんって。ヒートちゃんが見えちゃったわ。やっぱ前髪切った方が自分の顔好きだ。まだ寒い。そう、なんかね、お昼はあったかいんだけど夜とか寒いんだよね、朝とか。だからヒートテックでこれな感じで出かけるのが一番楽。いや、もう本当に前髪切るのうまいと思わない？私も、もうヒートテック一番の写真ないですね、申し訳ないんですけど。撮ったことがございます。撮ったことないよ、そんな。もう前髪がね、上手なんですよ、私。前髪のみハサミで切ってる。私普通のあの、あれ、どんなハサミで、あのね、裁縫道具についてるあのでっかい立ちハサミっていうの、あれでっかい、あのハサミがすごい切りやすいんだけど、誰かいないかな、それで切ってる人。めっちゃ切りやすいよ、おすすめ。めっちゃおすすめ。パッツンの人にはおすすめだと思う。お願いしてもいいですか？どうだろう、私はあの自分のは得意なんだけど人のはできるのだろうか。そう、前髪専用の美容院の人になれるかな。え、そうそう、あれで切れるんだよ。あれじゃないよ、あのチョキチョキじゃないよ、あの本当にでっかいハサミみたいなやつ、あれだよ、あ、布切るやつのあれ。いや、でもめっちゃいいよあれ、本当に。美容院のハサミめっちゃ高いだし、そりゃそうだよね。でも立ちバサミめっちゃ、立ちバサミっていうの、あれはめっちゃいいよ本当に。フォーテッドグループでも可愛いなと思って、やっぱパッツンって可愛いなってすごい。だからパッツンでね、綺麗な前髪になりたいので、今日は結構綺麗な方なの、ほらほらほら。めっちゃいいよ、ループしてた。ちょっとこっちのね、前髪の量が少ないから、こっちの前髪に、ね、増やしたいですね。美容院のハサミってどんな感じなんだろう、切ったことないから分かんないや。めっちゃ切りやすいんかね。めっちゃパッツン。前髪増やすのが、そう、こっちだけね、なんか少ないから、こっちだけ増やしたいなって思っとる。前から見るといい感じなんだけど、こう見るとあんま好きじゃないんだよね。前髪命だ。そう、でもね、もう前髪のね、生え方の遺伝悪すぎて、もう本当に前髪いつも汚いんですよ。植えようかな。なんかあの釣り行った時に、
サングラスとちまきがなんかお嬢さんっぽい。ほんとに？やった。いや、パッツンほんとに可愛いよ、パッツンは。生まれてからずっとこれだからわかんないけど、あんまり他の髪切ろうか迷ってるな。あさってツーショットだから蹴りすぎたら怖い。いいじゃん、挑戦挑戦。髪にはこだわってるけど甘い髪が良くないよ私は。真ん中分けにしてなかったっけ。あれはただ割れてるだけだよ、ずっとパッツンだよ。前髪が割れてるだけであって、パッツンなんですよ、もともと私は。実は前もパッツンにしてる。見てみたい。型抜きうまくできた。もうね、もう味食べたいだけだから適当にパキパキ割って食べたけど、でも一個だけ成功したよ、簡単なやつだから。髪質パパにママに分かんないけど、もう髪の割れがすごいんだよね。髪質は悪くないけど髪のなんて生え方がすごい悪いんだよね。明日着ようと。いいじゃんいいじゃん。眉上のパッツンしたことない。もう絶対これ私は眉毛から上。あ、でも眉毛から上小学生の時ちょっとあるけど可愛くなかったからやめた。それからもうずっと。ちゃんとね、ずっとここのここで一生保ちたいんだけどね、伸びすぐ伸びるからね、いつの間にかもう伸びてるってなっていつも切るんだよね。サラちゃん切りすぎたって言った。いつ昨日そんな切りすぎてたっけ。今日切ったのかな。もうさ、だって今日さ、マネージャーさんにさ、前髪切っていいですかって聞いて、で心配されるのめっちゃ。大丈夫？失敗しないみたいな。そう、私前髪はもう自分で切る派だから、そう、美容院には行かないんですよ、その前髪だけ切るときは。そう、そうけど私もうね、私人生で一回も失敗したことないんですって言ったらいいよって言ってもらった。本当のことなんだよね。でも本当に失敗したことない。あ、公園の前に切ったんだ。あら、それめっちゃ悲しくない？公園の前に失敗したのか。後ろの船の後ろの楽屋で切ったんかね。ほんまか、本当に失敗したことない。前髪だけは他のことはいくらでも失敗してるけど。笑うとお前になるのか。私笑っても一応ほら、私失敗しないので。今度言おうかな。前髪切ってもいいですかって言ったら、私失敗しないのでって返したら説得力ありそうじゃない。ちゃんと平行に切るやり方はなんか顔につくの嫌だと思うけど、こうやってなんて言ったら、こう持って切るんじゃなくて持たずにそのままこうやって切るのが私は一番成功すると思うけど、そうだね、そう思う私は。だから持ってやったらね、前髪に髪がつかないからね、いいんだと思うけど、乾いた状態で切る。でもね、濡れたさ状態で前髪切る人もいるよね。なんかももはさ、生え方によってさ、すごい浮き沈みがすごい人なので、乾いた状態で切っちゃうね。こっちが浮いててこっちがシュッてしてる、生え方的にこう生えてるから目に毛が生えるやん。我慢や、我慢我慢。我慢や。美容師さんとかなんでね、こう持っても綺麗にできるんだと思うけど、自分は全然美容師さんじゃないので、こう切らないと失敗しちゃうから、
背並べピックアップガチャだった。そうやったけど当たんなかった自分でもメンバーの可愛いみんなのね、あの私は今日2期生の後半メンバーで自分も入ってるから一旦やっていっぱいみんなの可愛い顔が出ました。でも自分のやつは全然出なかった。写り見たかったのに。もちゃん髪伸びるの早いね。ほんとだってももさんこれくらいまでさ4月3日に切ってたの。といつの間にかこんなになってた。推し限定ガチャしか信じてないから。確かになかなか出ない。そう写り見たいんだよ自分の。今日の髪めっちゃ自分今日さ今日めっちゃ自分の髪すごい私は納得してるんだけど今日いっぱいスクショしてね。今日私髪がいいから前髪がいい感じだからいっぱいスクショしてね。桃屋よの SEC 出て満足。おいいね。美容師さん待たずに来てない。前の美容師さん前髪もちゃんと同じ切り方だわ。確かに。でもなんかももの勝手なイメージではなんかこうやって最初にこう持って切ってから最後の方こうやって切ってるイメージが。スクショタイムしちゃおうか。よく触ると伸びるだし、え、もうじゃんもうじゃん。だから伸びてるのか。ウィンク？にゃんこ。目線こっちか。こっちだね。夜更かし多めでも伸びるの早くてね。え、でも最近は私寝てる。変顔はしない。だってアイドルだから。めっちゃバリバリするけどね。プライベートのお姉ちゃんと撮るときとか。ちょっと私ね、私、この間、セル編みのときに、あのねこうももとみゆみゆさんを2人でゆみりんさんが撮ってくれたのよ。通じてくるかな。ももとみゆみゆさんをゆみりんさんが撮ってくれたの。合っとる？合っとる？ちょっと語彙力が、あ、分かった。それでその時に普通にピースしとって普通に撮ってるんだなと思ったらみゆみゆさんが一枚変顔してたのに気づいて、あれ私変顔してなかったと思って、そうそこからじゃあ私も変顔するから一緒に変顔で撮ってくださいって言ったんや。そうで変顔で一緒に撮ったらなんかおもちゃんってこんなすごい変顔するんだねって驚かれてそうびっくりされたっていう話。そうなんかもは変顔あのね気づいてなかったね。みゆみゆさんが変顔をしてるのを知らなくて、でも一緒にしたいなと思ってそう撮ったんや。そうその辺がなんかそれツイッターにあげるって言ってたよね。おーやばい、それは本当にすごいよ。もうなんか
どすごかったみたいですね。その写真その写真は多分あのゆみりんさんの写真フォルダに今いるはず。なんかね、ももがこんなに変顔が育った理由は私の姉のせいなの。だってももが変顔したら全然こんなの変顔じゃないからって言われ続けてなんかえ、じゃあもっと頑張るよと思ってもうずっと頑張ってたらなんかひどくなっちゃったんだよね。なんかプリクラとかでももうお姉ちゃんと一緒に変顔しようって言ってした時に全然なんかなんでもう変顔しようって言ったのにこんな変顔全然してないのみたいななんか怒られてたの。アイリこんなめっちゃ変顔してるのになんでももちゃんはしないのみたいな、してるつもりだったけど足りてなかったらしくて最近すごい進化してきて、で私の親友も相当変顔やばいんですよ。なんかもう本当にめちゃめちゃ張り合うくらいいつも変顔の勝負してて、しかもサラちゃんもすごいから、そう、いやサラちゃんの変顔もびっくりするぐらいすごいから私の周りがね変顔大好き人間ばかりなんですよ。そうそう、変顔スパルタ教育よ私そうでも影響受けて自分も好きになったんだよね、もう変顔が本当は。そうなんかやるならもう思いっきりしやろうぜみたいな。そうしかもなんか最近変顔撮ったら友達に送りつける癖が昔からあるんですけど、この間送ったらなんかゾンビの役できるよって返ってきました、返信が悲しい、ゾンビって言われた。友達拡散はよ、もう友達に変顔拡散されたら多分 100枚はない、もう50枚くらいあるんじゃないかな。やだ、一日変顔写真送るなんてやだ、おーちゃんメールに変顔誤爆してくださいでもさ、もしかしたらツイッターとかさやったらさ普通にありえるよね、もう写真間違えて変顔載せたみたいな泣くそれは。なんで中国電力の CM で変更しなかったのさ、めっちゃ怒られるよそんなことしたらせっかく選んでもらってるのにちょっとインターネット変顔で応援、やだやだ、足が寒いよ。
稲もちゃんの変顔見たいのバズるかも。変顔でバズりたくない。初めてメイクしたのなんかよさこいでなんか3年生とかでした気がするよ。そのままにしては普通のテロップよ。なんか前こんな感じのテロップやってたなと思って覗いてくれる人いるかもしれないし。テロップが普通だってね、みんなももがさテロップ普通にしてたらさ変みたいな。もう普通だもん、いつもいつも普通だもん。そういえば、あ、今日買ったものを見せたいだけの人間なんだけど、今日ね、今日ね、じゃ、今日ね、夕方にね、ドンキに行ったの。ドンキに行って。そうでめっちゃ久しぶりに行ったからめっちゃテンション上がっていろいろ見てて、そうそう全然大したことじゃないんだよごめんね、全然大したことないんだけど、あのね、活動中はつけれないんだけどね、ちょっとカラコンを買いまして、そう私2箱買ったら1泊無料でついてくるとか言われちゃったから、もう3泊買っちゃって、あそう配信とかでもねつけちゃダメだから、今までつけたことはないんですけど、あのみんなの前でそうまだつけれないんですよ、じゃんそうまだつけてないの。そうめっちゃ買ってる。それはでもワンデーです。配信でもね、私あのまだ研究生なのでカラコンダメなんですよ。ひょにょにょモバメでも多分ダメなのかな、多分活動中は今はね。で私めちゃめちゃナチュラルなカラコンが大好きなんよ。なんかでも目がほぼ大きくな、目の黒い目ん玉のとこがほぼ変わらんくらいだけど色がちょっとだけ変わるみたいな、あのねカラコンが大好きなので、大好きって言ってもカラコン1個しかまだ買ったことないけど、昇格したらカラコンつけれるかも、全然知らないもん全然知らないよ。そうだからナチュラル、私ね、私カラコンをするとなんかデカめの、デカめじゃないのにナチュラルのつけても宇宙人みたいになるので、めちゃめちゃナチュラルのに買ったにしてみた。全然わかんないけどまだつけてないから。そうえこれ、うん、ナチュラルのだからね、茶色にした、茶色黒っぽいやつもほぼ全然わかんないようなやつにしてみましたあのつけてるかどうかわからないナチュラルなやつがさりげなく盛るのが好きなんですよ。もう可愛くない？あと似合わないのよ、でかいのが。ただ単純に何色、何色って書いてある。2色買ったんよね。何色これ？これねメルティー、いやーやめて、英語なの。メルティーどうちゃらと読みんねん、まあ、とりあえず両方ブラウンっぽい色です。
かね、こっちがねちょっと明るい茶色で、こっちが本当の黒っぽい色なんですよ。英語頑張って、それなそれな英語の先生にお会いしたよ、頑張るね。いや、つけちゃダメなのよそれが悲しい。みんなにもねちょっとつけてみたいんだけどね、どれが似合うかっていうの。まだつけちゃダメだから紹介だけなんだけど、そう見た目わかんないよね、私もわかんない、全然。ただそれを自慢したかっただけなんだって。一個何万円したら何枚もしないよ。いつつけるんだ、友達と遊ぶ時とか、一人で出かける時とか、そういうプライベートの出かける時にコンタクトをします。そう早く見たいな、嬉しい、そう思ってくれるの。でもね、ももがねつけてもたしナチュラルのつけるから変わんないかもそれでプリ撮るの、撮ってみたい。でもね、ももがね本当にねカラコン似合わない人だからね、これは似合うと今めちゃナチュラルって書いてた。超ちっちゃいやつ、直径センチみたいなやつが、めっちゃでかなるやんこれは多分でかくならん、あんまりちょっとでかくなるだけ。なんかでもね、もものねお姉ちゃんがねめっちゃカラコンね似合うんですよ、いいなって思う。ブイブイ、カラコンをつけると大人っぽくなる気がする。いや、まあね、今度早くねつけたいけどね、つける機会がなかなかないので、3本も買っちゃっても多分ね、うん、ずっとあるんですよね。アイロンはね日によってはつけてるけどね、似合っとる。使用期限ある、そうなの、知らなかった。あるのこれ、これバンデだけどあるのかな。そう、お姉ちゃんはラガンでも可愛いけどコンタクトつけても可愛い。にゃー入んなくなっちゃったしまえなくなった髪の毛明るい方が似合うのかもね。でもももね黒いのさ、生まれつき髪の毛が真っ黒なのさ、ほぼコデチャみたいな、真っ黒ほぼ黒のコデチャっぽい色だからね、髪を染めないとあれなんだけどね、染める自信がないんだよね。染める自信なんて、なんて言って、なんか染めて似合う自信もないんだよね。冷蔵庫に入れとくといい、ほんまに。使用期限どこ書いてるのこれ、使用期限書いてるのかな。わかんない。わかんない。箱？あ、これ？これ EXP って書いてる、2025年11って書いてるよ。これかな、2025年までだって、全然先だな全然大丈夫だ、それまでには使ってるよきっと。割と長かった、めっちゃびっくり、こんな長いんだね。これしかもなんかお乳のやつなんですよ、新色買ったから、多分新しく入荷してるやつだから、うん、なんかローラさんがやってるやつ、モデルさんを買いました。楽しみ。もーちゃん20歳、怖い、20歳。
もできないもん、桃がもう成人式してると思った。このまま成人しそうって嫌なんだけど、嫌なんだけど、このもうちょっと大人っぽくなってほしいな。でも1年前と比べたらさ、大人っぽくなったと思わない？そのなんて言ったらいい、そう、もちゃんの成人は18歳よ。それな、それはやばい、それはやばいんだよ。もう本当に20歳が良かった。思うか、なんて18歳とかも大人になれない。もうこのままやったら奇跡の20歳やんって。やだ、そんな嫌だよ。もうちょっと大人っぽくなって、ももかちゃん大人になったねって言われたいんだけど、せっかく成人式なのに。それは思う？本日誕生日を迎えました、おめでとう。全然踊れない TikTok の踊りをするのが好きです、へへ全然覚えてないのよ。なんか最初しか覚えてないのに踊るのが好きなのそうなんだよね。そう、たまに踊る TikTok の何かだよ。しかも途中までしか踊れない TikTok の何かね。ここしか知らないもん、こんな、なんか映像がこれしか知らないの、もう本当に一部分しか。そう、メイク覚えてきてて、なんかね、眉毛がすごく綺麗になったの。私ね、ちょっと乗りてるけどね、眉毛がだいぶ綺麗に描けるようになりました。もっとね、描きたての時の方が綺麗なんだけど、眉毛がさ少なすぎてさ、抜くんだよそう、抜くの、私の眉毛よ。テンションが高い今日も。なんでなんかテンション高いカラコンとか買ってテンション上がってるのかな。TikTok 見てると、マジでこんな可愛い子って世の中にいるのかっていう子、本当それね、本当にね、びっくりする。本当に TikTok 開くと可愛い子しかいなくてびっくり。本当に私の癒しの場。本当に癒しなの、みんな。めっちゃ可愛い子多い。太めに描くからももちゃんぐらいなっちゃうね。なんかももね、細いのが好きかも。まずももがあんま眉毛がないからさ、太く描けないっていうのもあるけど、クラス兄さんが TikTok 再開したからスコーラさん、見たい、可愛いですよね、めっちゃ。
この顔好きなんだよね。全然この顔可愛くないのにこの顔好きなの。前からめっちゃしちゃう。なんか紹介したいけど新しいものがない。笑顔じゃないよそれは。あれは私の好きな顔だわ。自分のさ、もうね新しく買ったものないんだよね。したいのにな。似合いは他に何も買ってない。何も買ってない。買ったって言いたいけどね。お洋服ね、今度の17日に用のお話し会の服を昨日ポチったから楽しみにしててね。めっちゃ可愛い本当に。なんかね、なんかね、昨日ナイスクラップさんを見て買ったんだけど、その17日用のお洋服をめっちゃ可愛いと思って買った。で白が欲しいと思って白見たらもう売り切れてて、でもなんか黒と白のなんかやつもめっちゃ可愛いなって思ってそっちにした。そう、でもそれもめっちゃ可愛いんよ本当に。何色でも可愛かったよ。そう、自分ももう届くの楽しい。18日買ってた。18日も可愛いから服。間に合うよ、早く来るようにしてるから。そう、うん、あ、じゃあ17、18日用かもしれないその服。えへ、どっちか忘れちゃった、ごめん、忘れちゃったもん。ドアスミメールみたい、あの送りたいから45分に読みますね。ごめん、17か18忘れちゃった、ごめん、どっちかどっちか。両方買ったよ、買ったけどどっちがどっちなのかちょっと記憶が。で許して、メールで両方見れるから許してね。来てほしいと聞いて、お、めっちゃ優しいじゃん。次はたくさんもちゃんとの、お、ありがとう。どんな服着たって可愛いので大丈夫、嬉しい。どちらも書いてなかったのうちも次第に来ます。ほんまに嬉しい、待っとる。ちゃんと会うのが楽しみ。ありがとう。もう楽しみだよ。明日学校終わったらもう土曜日、日曜日だからすぐだね。明日は体育あるかしら。ないと言いますね。あっても嬉しいのかな。どっちだ、でも着替えるのがめんどくさいんだよね体育って。今日おでんじゃないよ、今日焼肉。体育祭とかあった気がするよ。あるけど、そう、まちゃんハマってしまった。ありがとう。恥ずかしいツーショット撮ってどういう系、恥ずかしい。うん、最後に変顔はしないですよ、もう。びっくりされるから。
体育今何してるっけ。あのね、集団行動、私のめっちゃ苦手なやつなんですよね。だって集団行動なんてもう覚えてないから、やり方1、2、どっちよって感じやもん、足前の人超見倒してるし、にゃんにゃんコメントがすごい、4つえ、みんな集団行動しなかった、なんか右向け、右、1、2、3みたいなあれだよ、整列ストレッチだよ、そう、更新更新更新だよ。中学校の頃超厳しくて、めちゃくちゃ鍛えられてたのに、もう頭もう忘れたもん、どんなんしてたっけなみたいな感じで。ミリ向けーミリ1、2、3、1、2っていや、もう本当にもう中学校、だって今の高校全然あんま厳しくなかったけど、中学校厳しすぎて、うん、そう、あ、そう、背の順は私大体一番後ろらへんにいるんだよね、更新って後ろが低いんだよね、そう、45分になったのか、早いね、みんなと話すと時間は。よし、読むやん、おやすみメール送れるかな、間に合うかな。このマックさん、とっとありがとう。ドラゴンさん、めっちゃかわいい、ありがとう、ありがとう。てるさん、かわいい、ありがとう。ゆすたさん、かわいい、ありがとう。もちたろうさん、似合う、ありがとう、やったこの、なんていうのかな、トリトリのコンペトの形の方似合う、ありがとう。ナスカルさん、どこありがとう。シャッシーさん、かわいい、ありがとう。コンペイトマークさん、いいね、ありがとう。エイトさん、かわいい、ありがとう。リッチさん、かわいい、ありがとう。林おちょこちょこちょこさん、綺麗だよ、ありがとう。タンさん、めっちゃかわいい、ありがとう。やったー、ありがとう。ドラガンさん、綺麗だよ、ありがとう。かわいいもありがとう。タンさん、ハートありがとう。ヒートテイクが見えてる。シニくんさん、音符ありがとう。ファイナルさん、かっこいいに、ハートありがとう。タロイモさん、バラありがとう。カタさん、バラありがとう。タンポポのおさぴさん、綺麗だよ、ありがとう。林おちょごちょごちょごさん、かわいい、ありがとう。アットマークさん、かわいい、ありがとう。前田キュンディスさん、かわいい、ありがとう。タンさん、タコちゃん、ありがとう。ペンギンさん、かわいい、ありがとう。ピースベイダーさん、かわいい、ありがとう。クリポンさん、いいね、ありがとう。コチテさん、星ちゃん、ありがとう。ナオトモさん、ハートありがとう。ヒゲジーシンチャー先生さん、花びら、ありがとう。ナオトモさん、ハートありがとう。ミさん、かわいいに、花びら、ありがとう。徳島のシンジクさん、ハートありがとう。あ、くまちゃんもありがとう、くまくま。クリポンさん、かわいい、ありがとう。ドラガンさん、だるまちゃん、ありがとう。ひやさん、くまちゃん、ありがとう、くま。くま。なおともさん、花びら、ありがとう。ファイナルさん、星ちゃん、ありがとう。なおともさん、きれいだよ、ありがとう。しんじくんさん、かわいい、ありがとう。なおともさん、だるまありがとう。ビースペイダーさん、だるま、ありがとう。なおともさん、かわいい、ありがとう。やめちたくまなかった、ピピピピピさん、きれいだよ、ありがとう。ゆきあきたさん、かわいい、ありがとう。なおともさん、きれいだよ、ありがとう。魔界の門番さん、かわいい、ありがとう。ゆきですね、ありがとうございます。それではランキング読みますよ、読みます。13位のなおともさん、ありがとうございます。12位のしんじくんさん、ありがとう。七並べのお礼、ありがとう。こちらこそ本当に遅くなってごめんね、ありがとうね、いつも。11位のとろいもさん、ありがとう。10位の闇落ちした熊の軍隊、ピピピピピさん、ありがとうございます。9位の
品屋さんありがとうございます。8の僕の太陽さんありがとうございます。7位のふみさんありがとうございます。ももちゃん今日のモバメも全部可愛かったよ。よかった、ありがとう、嬉しいです。6位の幻さんありがとう。5位のピースメイダーさんありがとうございます。4位のきびだんごひこにいさんありがとうございます。3位のドラガンさんありがとうございます。前髪もくるるんの髪も素敵なもんちゃんをいっぱい褒めてくれてありがとう。2位の天理さんありがとう。変顔しなくていいからうっとり顔してください。うっとり顔、うっとり顔できてるかわかんないけどありがとう。1位のマンゴー側のポーズが思いつかんわ、ほんまにごめん。なんでもいいから撮れたらいいし、本当に嬉しいからそれだけで本当に。確かにでもマンゴーポーズで撮ってくださいって言われた時は私はすごいびっくりしましたね。うっかりが。ありがとうございます。ありがとう、みんな。おやすみ、おやすみ。またね。夢で会いましょう、夢で会いましょう。まちゃにゃん。おやすみ、明日も頑張ってね。2位になっちゃった、あれ変わったのか。ちょっとじゃあ読むだけになっちゃうけど言いますね。13位の P さんありがとうございます。12位の僕の太陽さんありがとうございます。11位のシンジ君さんありがとうございます。10位のピースメイダーさんありがとうございます。9位の幻さんありがとうございます。8位のきびだんごひこにいさんありがとうございます。7位のふみさんありがとうございます。6位のドラガンさんありがとうございます。5位のやめうちたくまの舞台ピピピピピさんありがとうございます。4位のタロイモさんありがとうございます。3位のテンディストーンありがとうございます。2位の徳島のしんじくんさんありがとうございます。1位のマンゴー声のポーズ思いつかんほんまにごめんさんありがとうございます。もーちゃんごめんね。うん、こちらこそ全然大丈夫です、ありがとう、ありがとうございました。読むだけになっちゃってごめんね、最後。バイバーイ、ありがとう。またねー。